私の論点は、特区の認定されるにあたって前提は何か、それは1番4条件がクリアされることだ。これも先般に明確に答弁をいただきました。ならば1番4条件はクリアされたのかということを、まあ、質問したわけでありますが、1番目の条件からなかなか上手な答弁ができなかったということだと私は理解をしています。で、結果的に最後何を言ったかというと、いちいち議事録には残っていないけれども結論は書いてあるということを言ったわけであります。そういうことであるならば結果ありきだったんではないのですかっていうようなことをどうしても言わざるを得ないわけであります。まあ、これがですね、今日の委員会の私の雰囲気でありました。4条件をどうやってクリアしたのかってことがずっと話題になっているときに、文科省としていつそういう認識を持ったのかということの問いに対して、11月9日の諮問会議で文科省としては4条件がクリアされたと認識しているとあなたおっしゃったよね、今さっき、昨年11月9日の追加規制改革事項の決定の際に関係省庁において、4条件が満たされていると確認しました。だからその満たされていると確認した根拠をちゃんと示してくださいよ。 まず示してください。その4示し4条件が満たされているということを認識した根拠。繰り返しになりますけれども、だからそれはさっき説明したでしょ。受給じゃない。他の3条件は既存の獣医師要請でない構想が具体化し、ライフサイエンスなど獣医師が新たに対応すべき具体的な需要が明らかになり、既存の大学ポツ学部では対応困難な場合、この3つは繰り返しになりますけれども、その獣医学部の新設また定員増について抑制をしておりますのは、農水省さんの獣医師の受給に関する見解を踏まえてのものでございますので、そこについて全然私らが聞いてることに答えてないわけ。いや、4条件は文科省としては考えてはいなかったんだと。農水省との関係において確かに獣医さんが必要なんだというその具体的な数字が農水から出されたんで、それで文科としては良しとしたんだと。あとの3つの条件については文科省の所掌の範囲でもないし、そこは必ずしも考えていなかったっていうならそれはそれでもいいです。そうですそういうご答弁をいただくならそれでもいいし、ないことをあえてあるかのような答弁はしないでいただきたいんですよ。その辺いかがですか。はい、先ほど申し上げました受給については農水省さんの所管で、それについては農水省さんが OK とおっしゃっているということでございますので、我々としてものは申しませんでした。で、その他、既存の大学学部では困難というところにつきまして、検討の過程で私どもその個別の事柄については既存の大学でもやってますよということは申し上げておりました。ただ内閣府さんの方の判断として、その既存の学部とは大きく異なることをやるためにはカリキュラムの抜本的な見直し、あるいは専任教員の大幅な入れ替えを行うことには限界があるといったご判断があるというふうに伺っておりましたので、文科省としてもその考えを理解をしたというところでございます。その他2つにつきましては特段のものは申しておりません。いや特段のものを申しておらないということは、文科省としてね、クリアしているという判断をしていないということじゃないですか。大学さんとしての判断を是としたということでございます。ものを言わなかったってことだね。じゃあだから要するに文科省としては判断してないってことでしょう。受給については農水がいいと言ったから、で既存の学部については内閣府がいいと言ったから、ライフサイエンスについてはどこがいいと言ったのか、内閣府がいいと言ったからっていうのでは、何のために文科省があるのかって言われちゃうから、例えば既存の学部でできるかできないかは文科省の方が知ってないと困りますよ。内閣府に言われたからでは、そこでだから皆さんは判断されたのか、皆さんは
4条件のクリアを皆さんの見識に沿って判断をされましたか、それとも今のご答弁だけ聞くとみんな内閣府がいいと言った2つと農水がいいと言った1つとっていうところでしかなくて、4条件をクリアしたと文部科学省として主体的に判断したっていうのが浮かんでこないのですけれど、それをちょっと明確にもう一回きっちりとご答弁してくださいますかね。主体的に判断をしたかということについては主体的に判断はしておりません。うん、はい、それでいいです。